演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの丸ごとプリンのクレープを食べたいと思います。丸ごとってことはそんだけいっぱいプリン入ってるかなのかな。確かに真正面から見るとデカデカと入っているように見えますが、果たして中身はどうなのかな。では怖いな、これ崩れそうで。ではいただきます。プリンとして考えるとあちらの方が強いんですね。あ、プリンの味はカスタードというよりはむしろカラメルの苦味の方で強く出ていて、クレープ生地はもっちりしていて美味しかったですが、ちょっと苦いのが苦手という方にはんーなプリンかもしれませんね。自分は苦いのは大丈夫ですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。